わかんない、抜けてんのかなこれ。抜けてねえじゃん、抜けてねえじゃん、これ抜けてないんだけど、マジかよ、抜けないの。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、 AWM こちらの色吹きやっていきたいと思います。 AWM、まあ、アバで言うと、まあなんかね、昔の、いや、今の初期武器か、今日本のアバで言いますと、今の初期武器となっているAWM なんですけど、だいぶ姿が違いますね。どちらかというと CSGO などの AWP に、近い格好をしております。まあ、もともと僕のイメージしてたこういうのが AWM かなと思ってたんですけどもね。あと、PUBG か、PUBG とかもこんな感じですね、そういえば。まあ、そんなわけでですね、AWM のカスタム見ていきますと、3倍、4倍スコープ。まあ、3から10倍。これ3段階ずつズームの、スコープです。で、こちらがですね、2段階ズーム。これ精密スコープだと思ってください。で、あとはトリガーがあるんですけど、僕は一発多くしてます。こちらにすると、まあ、ストッピングが緩くなるくらい、機動力上がるだけなんで、まあ、あんま意味ないかなと思って、こちらにしてます。一発多い方がいいかなと。で、次にスワップグリップ。これクイックチェンジが速くなります。こちらは、そんなにウェイトグリップは使う必要性がないと思います。で省きます。でリコイルコントロールストックとライトストックあるんですけど、まあ個人的には、リコイル別に使わなくてもいいかなっていう感はあるんですけど、まあ一応機動力重視で、まあどちらでもいいと思います。ここはお好みでいいと思います。とりあえず今回はライトストックの方でやっていきたいと思います。はい、 AWM、今のアバと比べるとまあこんな感じで違います。とだいぶ違うと思います。まあまあ毎回だいぶって言ってますね。まあヒットダメージとかは、まあ、これがメインの一撃率の一番高い武器って考えると これなんだって感じしますよね。まあなんかヒットエンジも今のアバだったら絶対に落ちないような、まあ昔のアバでも落ちないようなダメージでやってますよね。でもこれでほぼほぼ確実に落とせますからね。まあ一応ね、あのムービングとかはできないんですけども、ノンスコアまっすぐ飛ぶんで、まあ一回と対応していけるかなと思います。さあ、それでは実戦やっていきましょう。さあ、途中参戦なんですけども、まあ長いんでいいかなと。一本一本長かったでしょ、この間。で、今回はですね、こちらの3倍スコープ使っていきます。なんでかっていうと、まあ、ズーム倍率が単純に低いっていうのが一番の、使う理由です。やっぱ今使ってる AWM、スナイパー、ズーム倍率が低いんで、まあ、それに合わせて、やばい遅い使っていこうかなと。で、このゲームかなり遅いんですよ、覗く速度。これは精密使おうが何使おうが一緒なんで、まあこれはそこら辺でバランスを取ってるのかなと思います。壁抜いた。ああ、外したか。なのでやっぱ要所要所でこうちゃんと覗いていくのが大事かなと。でも難しいです、本当にスナイパーも難しくなってていいなと思います。危ねえ。まあ3倍スコープなんでクイックチェンジをね、やばい、危ない、敵かと思った。あ、後ろ。3倍スコープか、3から10倍スコープなんで、クイックチェンジした方が戻りは早かったりします。来ないな。いやー、間に合った。あとね、当てた感じが分かんないんだよ、いまいちね。なんなら CSGO の方とかの方が、あ、当てたなって分かります、これ。いまいちね、あ、今の当たったんだっていう。ああ。後ろいる。まあ、ノンスコも今みたく当たるんで、まあ、全然使っていきたいですね。あ、難しいな。でもバリケードで SR。 あ、死んだ、あ、死んだ。さあ、ここ来ると思うんですけど、この BGM は変わる。ああ、挟まれてた。
この BGM はおなじみの BGM ですね。敵いるよね。おせえ。いやーバラかんなかったな今。これ真ん中に1個オブジェクトあるだけでこんなに変わるんさ。このバグ残ってんだ。このバグあるんだ。このバグはあるんだね。あーもったいねえ。難しいなマルケドネサル。いやでも面白いね。爆破見せていきましょう。さあ途中参加ですがここからやっていきましょう。上にいたんだ今。ダクトにいたのか。広い。インディアが超広い。やべ。Oh my god!オーマイガー、やってくれ。ノースカー当たんなかった。おー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 おお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 スナイパーのこの真ん中やっぱ十字にしてほしいな感はありますよね。点ではなく、まあこれでもいいけど、まあ敵が来るだろう予測して置いとく。まあ来ますよねって感じで。ラス1。え、こっちじゃないの。え、だよね。そうですよね。あ、ここいいっすね。変わりましたね。インディアナイフ変えたいな。イエーガーナイフにしたいですよ。さあ6発になってるんでなんかあんまり不便することないな、弾数に。あ、スモークでも使ってお茶濁す。抜けんのかな。わかんない、抜けてんのかなこれ。抜けてねえじゃん、抜けてねえじゃん。抜けてないんだけど、マジかよ、抜けないの。いやーこれは俺のお箱やで、抜かせてくれよ、頼むよ。冗談じゃないよ、インディアの田舎さ壁抜きだよ。この暑い時に暑いのがいいんですよご主人。冗談じゃないよ。来ないかな。暑い時は冷たいもんだよ。ここもってことは抜けないでしょ、ほら。いやー、ニアンソープですね。あ、そう、そっか、上か。あ、いるね。さあ、ラスト1どうせ。あ、俺C4だ、ダメだ、設置しなきゃ。やりに行ってやろうと思ったけど。ピッ、ピピ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 。3秒遅いっすね。ここから壁抜くこともできないからね。いやマジか。終わった。やばいな、サクサクいってしまってんなこれ。かっけーマジで AWM、 マジでかっけーんだけど、マジでかっこよくなったね AWM の。
まあ、ちょっとな、怖っ。3倍ズームすごすぎ。めっちゃ倍率高いんだけど。めっちゃ、ここまでやると昔のアバっぽい、この動く、ここの動かし方が。もう普通に噛む。あ、やべ。やべ、あんなことやってる場合じゃなかった。さあ、敵がいると思うんですよね。いえい、なんだ今のフェイントみたいなのは。頑張ってくれ。ファイナス。これかっこいい。さあ、一覧のも取らせず、味方強えな。味方強えな。えげつねえわ。これ早いんですよね、ポイントが突っ込んでくると。何このスキル、新しい。いやー遅かった。ちょっとあの隙間新しいんだけど、なんかでも弱そうだな、アバ特有のあの見え方でやると。もうちょっと研究しないといけないですね。さあ1中が崩壊した。残るは2中とセンターもやられて、ラストは2中。おお、ぴゅんぴゅんしてる。ナイスカバーですね。まあ、言うてね、言うて6-1なんで勝てるでしょうと。まあ、相手ポイントが多いね。レンジ取るかな。そしたら何してくるか分かんないのがちょっと怖いですね。なんだ俺は。え、なんかしくらって死にかけてるけど。いや、センター最悪ですね。あ、いや左だよね、やっぱ今の。俺多分今撃ってる方があったよな。止めねば、止めねばなりません。いや普通に置かせてほしいな。そしたらダクトどうせ上がってくるだろうから、ダクト置かせてほしいな。ダメだ。あ、すげえ、やっぱ弾道高え。ここはしっかり取っていきましょう。ここにいると。え、終わったんだけど。なんだ、いいとこ見せようと思ったのに。なんだなんだい。はい、そんなわけで AWM 使ってきましたよ。まあサクサクと使った感じはありますけども、どうでしょうか AWM。 なんかかなり良くないですか、僕的に。まあ AWM のその性能に関しても申し分ないですけど、その SR のバランスの取り方良くなったなと思います。こういう SR、 これ以上に強い SR が出てこなければ、まあこれを基準として多分考えて使えてると思うんで大丈夫だと思うんですけど、やっぱこれを基準にしてこううまくこうなんていうんですか、まあ SR 今後スキンでもいいし、まあこれとちょっと別なその系統、まあこれが連射力ちょっと早いから、じゃあこれよりも連射力遅いけど覗くのは早いみたいな、まあ、そういうのが出てきてもいいのかななんて思いますけども、すごくバランスの取れてる、ゲームになってるんじゃないかなと思いますね、この AWM 使った感じや。まあ、ただこのスナイパー2種類選べるっていうのは本当に面白いなと思います。まあここら辺は本当好みなんで、皆さん好きな方を選んでください。でカスタムもここら辺も結構好みなところあるんで、ここら辺もお好みを選んでください。めちゃくちゃかっけえなマジで。そんなわけで今回 AWM 使ってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。皆さんもぜひね、あの AWM これぜひプレイした時はまず最初にこいつを使ってください。それだけで、皆さんここまでです。お疲れ様です。